フランス後期ルネサンス音楽の作曲家。前半世においては多産なシャンソン作家として過ごしたが、後半世において、イエズス会の感化を受けて、経験になり、宗教曲の創作に転向した。宗教戦争の犠牲となり、プロテスタント陣営によって殺害されている。当時の巧妙な作曲家の割には資料に乏しい、ことから、おそらく権力者から低収入を得るような地位になかった。 ものと思われる。オーベルニュのフォンターニュに生まれ、1560年頃から、トゥールーズに住む。最後については知られていないが、イエズス会に感化された歌曲が元で、ユグノーの手にかかったということは、当時の様々な作家によって言及されている。例えば、ミシェル・コワッサールの1608年の記録によると、襲撃を受けて殺された時、ベルトランは、トゥールーズの自宅と、 経営していた農園の間を往復するところだったという。ベルトランの殺害については死後出版された宗教的エール集の序文においても触れられている。だがこれらの資料は事件の起こった日付を示していない。ベルトランは3巻の大版のシャンソン集を出版し、晩年までに宗教曲集も出版した。世俗歌曲では全部で十四のシャンソンと一曲のイタリア語の マドリガーレが、また、ラテン語による、宗教曲では10曲のイムヌスと3曲のモテットのほか、14のカンティクムが現存する。作品のほとんどは、無伴奏の四部合唱のために作曲されている。ベルトランは、シャンソン集第1巻の序文において、かなり初期のシャンソンも含めて曲集は全部で5巻か6巻になるはずだと触れ込んでいる。このことから、 かなりの作品が未出版のまま残されたことが察せられよう。シャンソン州の最初の2巻は4世のための曲集で、男女の王世がまずい結果になるまでを描いたピエールド、ロンサールのコイアムールに作曲されている。火星法に関して、ベルトランの音楽語法は大胆で、ニコラ・ビチェンティーノの実験精神に近づいている。つまり、ビブ音を用いて、 いくつかの楽曲の表現手段としたのである。その極端な例が、私はこんなに愛されて、ジュシュイテルマン・アモルの最後の7小説である。ここでベルトランは徹底して、全音階的な処方を避け、詩という言葉の部分の表現を除いて、ひたすら半音階的な音階進行と、異名動音の読み替えを続けている。しかしながら、百八十七年に死後出版された、 私はこんなに愛されての違反では4分音を避けた書き換えがなされた。微分音程があまりに歌いづらかったからである。ベルトランは序文において数学的な精密さを避けたので、この曲がもし五感に訴えることができるならば、一番の会心の策となると述べている。ベルトランはイタリア語のマドリガーレを一曲しか残していないが、 明らかにシャンソンに影響された軽快な作風をとっていて、実質的にはビンラネッラになっている。だが、イタリア的な関心事にもきめ細かな配慮がなされている。ベルトランの宗教曲と霊的な詩による宗教的エール集や、キリスト教のソネットシネツ・クレスティーンズのような歌曲集の出版詞3点は、いずれも様式的に見れば同時代のユグノーの作曲家の、 詩編章の作風と密接な関係がある。戦慄的にも、火星的にも素朴で、全体的にホモホニックなテクスチャーが保たれている。戦慄は、大抵、グレゴリオ聖歌に基づいている。ベルトランの霊的な作品が、ベルトランより10年早くさんバルテルミの虐殺でカトリック側に殺戮された、ユグノーのクロード・グディメルの宗教曲によく似ているというのは、 興味深い偶然である。ありがとうございます。